こんにちは。日本ホームインスペクターズ協会理事、そして事務局長もやらせていただいております。栃木と申します。えっと今日はこれからホームインスペクターの資格ですね。それを受験される方に向けてガイダンスということでご案内させていただきますけども、まあ、私の方からですね、受験の方法ですとかその辺の具体はですね、また改めてあの。 運営団体の東京レクサの方からご案内いただくということで、私の方からはまあそもそもホームインスペクターという資格は何なんだと、それとホームインスペクション、インスペクションという仕事は一体何がをすればいいんだというあたり、そのあたりをですね簡単にご説明したいと思います。当たり前になるインスペクションとどう向き合うかと。 いうことでご案内させていただきますで事務局の方にですねたくさんご質問やなんかをお寄せいただくんですがほぼほぼここにある4つのご質問が多いように思いますまずはインスペクションというのはそもそも何だろう何をするんだどうするんだという話 それとですね、これがあのまあ、おそらく一番多いご質問じゃないかと思います。インスペクションに関わるですね、昨今特にいろんな資格が出てきております。いろいろな資格がありますけども、何が違うんだと、何をどうやればいいんだというあたりですね。それとあともう一つ、これもあのよくお寄せいただくんですが、いわゆる建築士。 1> 1級建築士2級建建建築築築士士士木造ですね建築士じゃないとインスペクションはできないんじゃないのかと、うん、だからそもそも建築士を持ってないと仕事にならないのではないかというようなご質問もいただきます。それとまあこれも根本のお話なんですがインスペクターという仕事を資格を取ってですね本当にいわゆるビジネスとして成立するんですかと。 いうようなご質問もよくいただきます。えー、まこれらをちょっと順番にご説明したいなと思います。まずこれこれはあの実際の住宅のインスペクションで出てきた不都合の例です。分かりやすい例をあのいくつかを持ってきました。でこれはあのいわゆるここの塚と称するところこれですね。塚とここのもやという部材の間になんか何か わからないけどもパッキンのようなつっかい棒のようなものが入っちゃってますねですからこれはあの、えー、本来であればここんとこにカスガイというものがついてなきゃなりませんので、えー、これは全然止まってないただ乗っかってる状態というような不具合です 次に、いや、そもそもそこんところに物が乗っかってないじゃん。なんかこれは、あの、えー、保存かなんかを切ってですね、なんかやろうとした形跡はあるんですが、そもそもここにあるべき材料、おそらくこっち方向に、こっち方向に入るんでしょうけども、えー、ないでしょうと。するとあと、まあ、お気づきになるかどうかわかりませんが、えー、これがいわゆるグラスウールの断熱材ですね。で、見事なぐらい、こちら側からこっち、これはまあ、おそらく、 何かミスしたとかっていうことではなく意識的にこちら側をいいいてななとううような例ですねこれも非常に、まあ、あの基礎の例なんですがこれはまあ基礎の土台周りから外側から漏水してフロエッセンスという漏水の形跡が出ていると。 これはあの、えー、基礎の中、まあ、1階の床下にこれは杉名でしょうかなんか植物が生えちゃってるよねみたいな、えー、不具合ですね。とこれはもうちょっと言語道断に近いんですが、えー、おそらく、まあ、そもそも基礎があったところを、えー、何かの作業をやるために、えー、外側から壊したんだと思います。 我々はつるという言い方をしますけれどもこの部分を壊してこれが住宅の土台ですねでこれがアンカーボルトですですから今これ壊してこのまんまの状態であればこのアンカーボルトというのは全く役に立ってませんでそれを何か隠そうとしたのかどうか分かりませんけどもこういう発泡スチロールのようなものスタイルフォームのようなもので覆い隠していると。 いうようよな例それで、えー、なおかつここに壊した後のコンクリート柄やら、えー、何かゴミですね。えーまあ、これは実際の物件として中古で、えー、売買されてる物件の、えー、床下なんですけども、まあ、現実的にこういう物件が流通している、えー。それとさらに次はちょっとショッキングなものですね。これも、えー、1階の床下です。 で、おそらくこれが台所の排水なんですが、そもそもこういう形で繋がってたんだと思うんです。で、それが何らかの形で外れて、下に向かって、えー、おそらく住んでる方も気づかずに、えー、台所のお茶碗を洗った排水やなんかがドボ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 とここに流れ落ちている。で、ここにあるのはみんなこれはグラスウールの残骸です。で、そもそもこの1階の床にあった、あるべきグラスウールが、 まあおそらくここのところで、え、お湯やなんかの蒸気やなんかで湿気が高くて、え、これを止めてたえ木材やなんかが腐って、え、止められなくなって、ドボッと、え、このグラ、断熱材が落ちちゃう。えー、その上に、またさらに、え、湯気やなんかが被かって、え、どん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 、え、カビ、その他もろものが発生してくるよと。 えいうような状況ですねこれは住んでいる方もおそらくご存じない状況で現実的に売りに出てた物件の床下ですこれはあのちょっとさすがにあのショッキングなんでこの部分イラストで隠しましたけどもなぜか住宅の床下,下に鳩の死骸があると これはあの我々インスペクターの中ではよくあるあるの話でですね、さすがに変な話、あの、人間様はえ今まで私は聞いたことがないですけども出てきたというのは、いろいろな小動物に関してはえ結構誘拐した天井裏えに死骸が残ってるというようなケースはよくあります。で、まあ、さすがにこういう物件が 平気で流通してるのはまずいで,しょうとで、まあなんとか飼い主の立場になってどちらかといえばですね、えー、みんなが安心して中古住宅あるいは新築の住宅もですねいわゆる、えー、まあ私はあまり好きじゃないんですがいわゆる手抜きと呼ばれるような工事やなんかが のままですね飼い主さんの方に建主さんの方に渡らないように財産としてそういうような世の中にしたいなということで我々教会の理念として私たちの理念は日本の人と住まいのより幸せな関係を追求しその思想を世の中に広めることですということで掲げております。でその理念を 実現するための一つの目的として住宅診断ホームインスペクションという資格を世の中に広めていこうというのが我々日本ホームインスペクションとは住宅の劣化状況欠陥の有無回収すべき箇所やその時期おおよその費用などを見極めアドバイスを行う専門業務ですと。 でえー、ここで赤字で書いてありますけども、ちょっとご記憶いただきたいんですが、後で、えー、いろいろな資格のご説明を申し上げますけども、えー、我々、ホームインスペクター、えー、我々の協会の、えー、ホームインスペクターに関しては、えー、劣化状況だけじゃなくてですね、えー、回収すべき箇所やその時期、おおよその費用を,、えー、を見極め、アドバイスを行う専門業務ということで、えー、掲げております。 この部分、後々ご説明しますが、一点大きく違うところになっています。で、これが、実は私が分かる範囲でまとめてきました、住宅調査関連の資格、様々にあります。左側にその資格の名前、それに対してその資格を付保する団体ですね。 えー、その団体名それとあと、えーまあ、その資格を取るために、えー、そもそも前提となる資格条件ですねがあるのかないのかあるんであればどんな資格かそれとあと一番右側が、えー、主な業務ということでどういう業務をやってるんでしょうということで、えー、まとめさせていただいております。で、えー、この中で、まあ、非常にまず一つもうややこしいのがですね 既存住宅現況検査技術者というのが1つありますそれとこれが出てきてさらに面倒くさくなったんですが既存住宅状況調査技術者というのがあります。でまず既存住宅現況検査技術者というのはですね基本的にこれは住宅貸し担保責任貸し担保の保険を 提供している会社5社で作っている協会ですねそちらの方で付保しているんですがこちらに関してはこれはそこのホームページそのままキャプチャーして持ってきましたけども基本的にはもう更新講習等々を行っておりませんですからそれとあと今後の新規講習の予定もないと。 いうことで掲げてありますんであえてご説明はしませんがもう全て既存住宅現況検査技術者というのは資格自体がこれからなくなりますよねということですですからまああまり気にしなくてもよいのではないかと思いますで一番我々のホームインスペクターと混乱混同されるのがこの既存住宅状況調査技術者というものですこれはですね えー、おそらく確か5団体から7団体ぐらいあったと思いますが、えー、それぞれ不法団体がありましてそこで、えー、建築士を持っている人間建築士を持っている人間に、えー、が講習を受けて、えー、簡単な試験に受かれば、えー、与えられる資格になっています。で え、業務としては、え、国茶に、まあ、主な業務書いてますけども、え、長期有料住宅の、え、リフォーム推進事業の工事前検査、え、まあ、あと様々な国交省の補助金事業、まあ、中古住宅に関わるものですね。それと、あと、これが、えっと、3年ほど前でした。 え宅建業法が改正になりまして中古住宅売買の時にはインスペクションここで「インスペクション」という言葉を使ったんでちょっとわけわかんなくなったんですがインスペクションの業者を圧戦しなさいいよととうことになっておりますそれの圧んを受けた検査に関してはあくまでもこの既存住宅状況調査技術者じゃなければできませんということになっております。 あとですね耐震診断だとかもう一つ貸し保険の入る前の検査まああの工務店さんの方やなんかはよくあの貸し保険の検査で検査員が来ますよねそんなとこ,ところでおなじみかと思いますけどもいわゆる中古住宅の中でもこの貸し保険保険の引き受け5社で与えている検査員まあ対応している検査員というのがいます。 えー、ただそれはあくまでも既存住宅状況調査技術者、えー、ですね既存住宅状況調査技術者を、えー、持ってないとダメですよと、えー、その上であと各保険会社に、えー、登録していただくというような形を取らないと、えー、この可視保険の検査員にはなれません、えー、あとフラット35の、うん、適合証明だとかっていうのもこれもえー 別途不法団体が行う講習を建築士でなければ受けられませんがそれを受講すればできますよということになっています。で我々の公認法務員スペクターというのは受験要件は一切ございません極端な話は中学生でも受験可能ですそれとあと主な業務制限なしと書いてあります。制限なしとというのは何なんだと いうことでこれもよくご質問というかいただくんですがこちらに書いてあるさまざまな業務というのはあくまでも国交省もしくは国交省の意図を受けて行うさまざまな制度をに対応する業務と。ですから えー、まるっと住宅検査というような、えー、イメージではなくてですねあくまでも、えー、住宅検査の中で、えー、なんか部分的な業務、えー、それをやるためにはあくまでも国の、えー、仕事なんで、えー、建築士じゃなきゃダメよ建築士の中でも、えー、講習を受けて、えー、既存住宅状況検査技術者 という資格を持ってなきゃダメよというようなあのイメージで捉えていただいた方がよろしいんじゃないのかなと思います。えっ、ー、と、これがあの国交省のホームページですね。から ええー、キャプチャーしたものです。ええー、まあ、これ、ちっちゃくて見えないと思いますが、こちらの方に、ええー、不保団体が書いてありますけども、まあ、建築士事務所協会ですとか、いわゆる、ええー、公な団体ですね。ええー、そこのところで、大体は、ええー、資格を、の講習を行ってます。で、肝心なのが、実は、ここら辺に書いてあるんですが、ええー、既存住宅状況調査技術者を講習を終了した建築士。 は国が定めた既存住宅状況調査方法基準に従い既存住宅の調査を行うこととなると、えー、まああのちょっと面倒くさい言い方してますけども、えー、要は既存住宅状況調査技術者さんが仕事をする時にはまあもちろん建築士でなきゃダメなんですが、えー、国が定めた既存住宅状況調査 方法基準に従ってねとまずこれもあとでご説明しますがまあそういう部分で一つ制約がかかってますよねということですね。それともう一つこれもあのよく間違えてらっしゃる方がいるんですが、まあ、こちらの資格を取って他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は 建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。つまりえ既存住宅状況調査技術者さんイコール建築士、建築士がえいわゆる報酬を得てえ業務を行う際は全員が建築士事務所登録をしてなきゃダメですよと。 いうことで、まあ、あの大事なことがここのとこちっちゃく書いてありますけれども大きく2つ、えー、網がかかっております。で先ほどの、えー、既存住宅状況調査技術検査基準方法でしたっけ、えー、は何かというと今これがざっくり書いてあります、えー。この下にさらに細かく調査方法やなんかが決まっておりますけれども、えー、基本的なところとしては あくまでもちょっと字が小さいんですが構造と薄いに関する部分だけ構造とこれも構造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 プラス薄い構造薄い構造薄い薄い構造薄い構造と今これ木造の部分だけ申し上げましたけどもあくまでも既存住宅状況調査技術者 が行う調査に関しては原則的には構造と薄いの部分を調べればいいですよというような立てつきになっております。えー、まあ,あの調査内容調査内容に関しては今申し上げた通りなんですがその構造と薄いっていうのは何ということなんですがこれは実はカシオケンカシオケが 構造と雨水に関して調査しましょうねという立て付けになってますんでえ要はあのそれとほぼこの既存住宅状況調査方法基準というのはほとんど同じです。で基本的には雨漏りしないことと壊れないことということになってますんで原則的には最低限の基準よくあの建築基準法が 建物を作るにあたって最低の基準ということになってますけども全く同じ意味ですね最低限の基準でございますよとでなんでそんなことになってるかというとそもそもが、まあ、こ,のこれはあの宅建業の改正宅建業のフローなんですが。 えー、そもそも改正宅建業であをなんでインスペクションするかというと、えー、ここのところですねインスペクション結果を活用した既存住宅売買貸し権の加入が促進されますねと、えー、まあ要は宅建業を改正したのも、えー、この貸し権の加入促進が目的で、えー、要は加入しないとしても、えーまあ、宅建業で 中古住宅売買する時に事前の検査みたいなイメージですねでこの既存住宅状況調査を行ってくれればいいなというようなまあ目論見みと言ったらちょっと言葉が正しいかどうか分かりませんけどもそんなような流れがありますんで可証権の検査もいわゆる既存住宅状況調査も ほぼ内容は同じですよということになってます。えっ、ー、と、まあ、なんか、あの、いわゆる国の制度の説明ばっかりしてますけども、えー、その部分をですね、ちょっとご理解いただかないと、えー、全体像がちょっとつかめないなということで、えー、先にその辺のご説明をしました。で、えー、ジェシの考えるホームインスペクションというのは、えー、目視中心で行う建物全体です。 建物全体の一時診断という形で捉えておりますですから例えば建物全体がこうありますよということになると,、えー、と我々は、えー、我々の例えば JESH の、えー「診断上手」という,こう調査項目のフォーマットやなんかを提供してますけども、えー、その中には例えば建具の立て付けが悪いよねだすとか バルコニーの金物がなんかぐらついてますねですとか、えー、あるいは排水の状況がどうなってますあるいはそうですね、えー、とボイラーが、えー、これは何年に設置したものなんで、えー、そろそろ交換時期ですよですとかさまざ、あ、ま、えー、な項目を、まあ、我々は調査しましょうとでそれの状況を、えー、依頼主にご説明しましょうと。 いう立てつけになってますけどもあくまでも何度も申し上げますけども既存住宅状況調査に関してはその中で雨水と雨漏りですねそれと構造のに関する部分そこだけを調べるようになってます建物全体の中の限られた部分の限られた調査 を行うのが既存住宅状況調査であり、えー、それが、えー、梅雨払いになって、まあ、入れそうな物件、あの過保険というのは、えー、人間の生命保険もそうですけども、あくまでも健康な人間じゃないと生命保険って入れませんね。あの病気な病気の人は生命保険入れませんが、えー、建物もあくまでも健康な状況、えー、の瑕疵、えー、のない状況。 でなければ過小券には入れないという立て付けになってますんで、えー、それの梅雨払いの、えー、調査といったら怒られるかもしれませんけども、えー、梅雨払いの事前の調査をやってその中で、えー、保険に加入できそうなものはここのところで入あの加入してねと。でその時に再度、えー、過小券の、えー、検査を行うあるいは、えー、まあまあ中身は同じですから省略してもいいよと。 いうようよななててけになっておりますで今 V の問題であるいはどんなことをやるのかの観点で申し上げましたけども建物全体を目視でやるとなるとですねさらに機器を使った二次診断というのもあります。目視から、まあ、非破壊という意味で言えば 例えば最近は赤外線のサーモですとか超音波を使ったり超音波を使って鉄筋の位置を探査したりサーモンを使って断熱材の状況を調べたり雨漏りを調べたいというようなことで活用してます。それらも実は我々のホームインスペクションという概念の中に取り込んでおります。でさらに 例えばこれは専門さらに専門知識が必要ですけども精密で専門的な知識がいる診断例えばシロアリですとかガスクロというのはガスクロマトロフィーでしたっけいわゆるあの空気をサンプリングしてシックハウスですとかあるいは土壌汚染の調査やなんかそれとあと最近はアスベストですねアスベストにかかる調査 えまあ様々にいろんな専門知識がなければできない仕事というのはあります。精密な診断をしなきゃならないこともあります。まあでもそれらも含めて我々はすべてホームインスペクション。あの逆にホームインスペクターの資格を持ってるからえ例えばアスベストの資格あの取れますよということではないです。あくまでも概念としてそれらすべてのえ住宅に関する。 検査業務をを我々はホームインンスペクションといいううような言い方をしておりますですから我々のホームインスペクターの資格を持った上で例えば赤外線の調査の技術者の資格を持っている人もいます。それとあと逆の言い方で例えばシロアリの専門的な資格を持った方が間口を広げるためにホームインスペクターの仕事も取るよと。 いいいうようよな方もいらっしゃいます実際に、えー、あくまでもホームインスペクションというのは建物全体を、えー、見渡して、えー、検査してお客様に説明しようねという、えー、概念なんですよとそれと皆さんがよく勘違いする、えー、既存住宅状況調査ですとか貸し権に関する調査というのはあくまでも、えー、建物の一部限られた部分の 限られた調査雨水に関すること構造に関することそこだけを調べる行為ということで捉えて頂ければいいかなと思います。それとですね、えー、とまあ,あの冒頭に申し上げたそのホームインスペクションという仕事が建築士じゃなきゃできないんじゃないのかというよく誤解があります。 でこれはですねえっと平成25年に出ました既存住宅インスペクションガイドラインこれも国土交通省から出しておりますその中でホームインスペクションを行う検査人という言い方をしてますここではに資格について書かれている部署があります。住宅の建築に関する 一定の資格を有していることや実務経験を有していることは必要な能力を有しているかどうかの一つの目安になると要は、えー、必要な能力を持っていれば特にあの定まった資格というような形では、えー、国交省のこのインスペクションガイドラインでは書かれていません。でえー、ただ、えーまあ とはいうものの国家資格だとかいうものを持ってるっていうのはえその必要な能力を有しているかどうかの目安にはなるよねということでその例として建築士それとあとえ現場ですねえ現場の施工管理技師さんですね建築施工管理技師さんえそんなのを例として挙がっています。それとあとあ まあ現実的に実務経験と考えられるものの例ということでえまあここのところに既存住宅の検査員も書いてますけどもそれと同列にまあフ,ロットフラットの適合証明業務ですとかさまざまこれは共同住宅にかかる建築基準法に基づく定期点検報告にかかる業務でこれはおそらくえ特権のえ基準法の12条検査というやつのことだとは思いますけども。 えとまあそれらと同等に住宅のアフターサービスなどとして定期的な点検もしくは住宅リフォーム工事の施工確固事前調査を伴うものということでこれらが実務経験ととと考えられるものの例ということで,上がっていますですから、えー、よくある建築士じゃないと検査が行えないんじゃないのですかと。 いうような誤解がありますけれども決してそういうことではなくて我々のホームインスペクターというのは何ら前提条件ありませんよというのは実はこの辺のことがあるんでできるだけ門戸を広く開けておきたいなという意味で特に前提となる資格はないよと。 でその代わり、まあ、こういう形でやられている方々が皆さん受験されているというような立て付けになっております。それとあと,、えー、と建築士法の中でも若干その調査業務に触れられているところがございますんで、えー、ちょっとこの部分解説しておきます。えー、建築士法の第23条、えー、長いんで、えー、赤字のところだけを読んでください。 えー、報酬を得て建築、えー、ごめんなさい報酬を得て設計工事管理、えー、建築工事契約に関する事務建築工事の指導監督建築に関する調査もしくは鑑定、えー、または建築の、えー、建物、えー、建築物の建築に関する法令もしくは条例の規定に基づく手続きの代理ですね。えーは それを業としてやる場合には建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないということが書いてあるんです。ですからこれあの先ほど申し上げましたけども建築士をあくまでも商売にするんであれば事務所登録が必要ですよということが書いてあるだけです。ですからえ建築士を持ってないでホームインスペクターだけ 持ってて例えばホームインスペクションをするよということは、まあ、問題ないということは先ほど申し上げた通りですしそもそも建築士を持ってないんですから事務所登録もいらないよねとただ先に建築士を持ってるよ建築士を持っててホームインスペクターの資格も持ってるけども、まあ、いずれにしても建築士を持ってて建築物に関する調査もしくは鑑定を調査ですね 行うんであれば、それを商売とするんであれば、それは事務所登録はいりますよ、という決まりになっています。え、もう一つ、え、まあ、あの、建築士じゃなきゃダメなんじゃないのというようなお話のところで建築士法が出てくるんですが、まあ、この建築士法の第3条に、まあ、大体建築士の行うべき仕事やなんかが書いてあります。書いてあるんですが、 えー、よくよく読んでみていただくとあくまでも、えー、建築物を新築する場合においてはまあこれは一、e、級になってますけど建築士でなければその設計もしくは工事管理をしてはならないとえっ、ー、と先ほどのえっ、ー、とここのところですねえー、建築物に関する調査もしくは鑑定という言葉は入ってきてませんあくまでも設計およびまたは工事管理 それと同じ同列になるものとして、ここのところに増築、改築、修繕、または模様替えにかかる部分を新築するものとみなし、こういう行為をやるときには新築だということでみなして、建築士じゃなきゃだ、設計または工事管理をしちゃだめよというような流れになっています。ですから、あくまでもこの第3条で書いてるのは、1級、2級、木造建築士のそれぞれが設計、 または工事管理ができる建物の規模ですねこれが書かれているということになります、えーまあ、今まであのご説明してたとおり、えー、あくまでも既存住宅状況調査あるいは科小券調査ですからこれはあくまでも宅建業の えー、まあいわゆる、えー、圧戦を受けて行う調査ですねそれと、えー、ほぼそれと内容が同じである、えー、過小権に関する、えー、調査、えー、これ以外はこれはもうあくまでもこの既存住宅状況調査の資格を持ってなきゃならないんですが、えー、それ以外は、えー、基本的にはホームインスペクターが業務しても何ら問題ないと。 いいうことがお分かりいただけるんじゃないのかなと思います、えーまああのいろいろなあの薄い構造に関することじゃなくて建具の建て付けだとかさまざまなところを我々見ますよというようなことを先ほど申し上げましたけどもこれが例えば具体のチェック項目の例ですね。えーまあ えー、各部屋の床壁天井などの仕上がり状況歪がみ、えー、その他、えー、生活上で考える音の問題匂いの問題、えー、防犯に関することのアドバイス、えー、まあこれ,は場所これは部屋ごとにちょっと書いてますけども、えー、枠の歪みみあ辺りの固定、えー、スイッチコンセントの取り付け状況、えー、ベランダの仕上がり、えー、ですねメーターボックス等々 もうとにかくあくまでも住宅に関すること全般の目視でできる範囲破壊しなくてわかる範囲で我々は検査をしてそれをお客様依頼主にアドバイスするで当然その上でこの部分がちょっと劣化してますねというお話をすればその上で当然じゃあそれを直すのにいくら ぐらいかかかりますかというようなお話をいただきますんでまあそれのアドバイスもして差し上げたらよろしいんじゃないんでしょうかというような資格が我々のホームインスペクターという仕事になります。で、えー、宅建業者さんやなんかがですね結構あのこのホームインスペクションの資格を取られます。でそれはですねどうもお話を聞いてるとですね その宅建業者さん、取られた宅建業者さん、あるいは宅建師さんですね、なんかがですね、ホームインスペクションを行うということよりは、この改正宅建業法の中で、非常にちょっと宅建師さんの説明、あの責任が大きくなっています。で、例えば、重要事項説明時、ここのところに書いてありますが、宅建業者がインスペクション結果を飼い主に対して説明。 でこれは本来ですね、えー、既存住宅状況調査を行った建築士が、えーまあ、行った人間が説明すべきような気もするんですが、えー、なぜか改正宅建業法の中では、えー、実際に調査を行ってない宅建士さんあるいは宅建業者さんが買い主に重要事項説明として説明しなきゃならないよということになってたり。 まあこれはあのえっと売買契約の時にまあこれもまあこれも致し方がないといえばいあのしょうがないんでしょうけども売買契約時に内容を宅建業者さんが売り主買い主に書面で交付しなさいよということになってます。この辺で重説の時に内容をちゃんと説明しなければ告知義務違反に問われますしまあ間違ったことを言うこともできません。 ですからやっぱりあの宅建師さんがいわゆるインスペクションの内容実際に調査を行ってないにしろ調査の内容ですとかその調査の意味するところを理解してないと当然説明もできませんよねとそれと先ほど何度も申し上げてますけどもあくまでも構造と薄いに関することだけなんです既存住宅状況調査は。 でそうすると、えー、まあその調査の結果、えー、すいません基礎にひびが入ってます、えー、そのあるなしの結果だけが、えー、調査との結果として出てきますそうするとそれを宅建業者さんが飼、えー、い主さんに説明するときにはいひびがありました以上ですというわけにいかないわけですね当然飼い主さんからはそのひびとは、えー、どういう意味があるんですか壊れるんですか壊れないんですか大丈夫ですか 当然さまままざな質問が出てきますでその時にそのここのところに説明するのは実際に調査を行ってない宅建業者さん宅建師さんんなわけですそうすると当然それに伴う知識や何かが必要でしょうということで試験実際の受験者属性を見るとですね建築士さんがほぼ半分それといわゆる宅建関係の方が半分ぐらい。 でまあ建築士さんくくりの中でリフォーム業者さんですとか設計事務所さんそんな方々が混在しているというようなイメージが実際の受験者像になっています。えー、まあ実際に今度資格を取ってですねまあ我々仕事になってるんですかなってないんですかということをよくこれもお問い合わせいただきます。で あのまあ、私自身実は北海道で、えー、本業はあの建築の設計事務所をやっておりますけれども、えー、インスペクションもここ数年ですねやっと軌道に乗ってきたかなとで考えていただければですね、えー、まあインスペクションという仕事が十数年前には日本になかったわけですその言葉すら。でやっと 宅建業法やなんかあるいは国交省の方々もそのホームインスペクションという言葉を使うようになってきておそらくこれからさまざまにマーケットが広がっていくちょうどその過渡期なんだろうと思いますでこれが具体的にですね我々私が実感として考えているいろんなビジネスモデルまあ実を言うと我々 私はあの結構ほとんどこの中の業務はやってますけども例えば圧っも売り主買い主それぞれの立場からの圧っがあるわけです。この既存住宅状況調査ですね。 でまあ、ホームインスペクターの資格を持ってて既存住宅状況調査技術者の資格を持っててもいいわけですからまああ,のあえてちょっとここでご説明するとまあおそらく不動産関係の方はよくご存じと思いますけども都市部ではまあまあ大手の、えー、売り側の仲介さんがですね、えー、まあ物件もほぼほぼ河川しているよねと。で、えー、大手の仲介さんは、えー、まあ実を言うと。 同じ会社でこの圧っインスペクションをやっちゃいかんよということにはなっているんですが資本が入っている分にはいいよといわゆる子会社でやる分にはいいよということになっているもんですからまあ大手の中介さんの子会社としてのまあインスペクション会社がほとんどまあこの売り主側の方のインスペクションはほぼ独占しているという状況じゃないのかなと思います。ですから仮に その売り側のインスペクションをやろうとするとまあ地方都市あるいは軍部でいわゆる駅前不動産と称する方々のご依頼圧戦を受けてやっていくというような流れかなと思います、えー、買い主依頼の、えー、既存住宅状況調査これも、えー、まあ結構ありますで、ただ、えー、まあ現実的に買い側の仲介さんが、えー、どこまで まあ、あ,のあえてちょっと慎重に言葉を選ぶと、えー、飼い主さんの方にどこまで真剣に斡旋されてるかというのはちょっとクエスチョン。というのは当然、えー、契約が成立しないと、えー、仲介さんに報酬が発生しないという、えー、当然立て付けになってますんでそうするとまあ中には、えー、仲介さんの中に、えー、まああんまり、えーまあ、あら探ししてくれるなよと。 いいいいうようよなメンタリティをお持ちの、えー、買い側の仲介さんも結構いらっしゃると思います、えー、ただやっぱり飼い主の中でも相当に意識の高い方が最近出てきましたんで飼、えー、い主から直接ご依頼をいただくということは相当数あります。えー、それとまあこれ飼い主の内乱立ち合いですねこれは新築でも、えー、中古でもあるんですが、えー、不安に思ってらっしゃる飼、えー、い主さん あるいいいいははリテラシーのの高い買い主さんというのは一定数存在してますですからそういう方々からのお問い合わせというのはだんだん増えてきております。それと歌唱権関係のその調査業務をやろうと思っている方々は今までご説明したましたけれどもあくまでも既存住宅状況調査技術者を資格を持った上で歌唱権会社にの代理店もしくは登録事務所 みたいな形で、えー、貸借権会社と関係を持ってなきゃなりませんよということが大前提になろうかと思います。それとあと物件のあの種類でいくと収益賃貸の売買、えー、これはですね、えー、買い主さんもまああの収益物件なんで、えー、そこそこにボリュームがあるイコールそこそこに資産をお持ちの買い主さん。 イコールほぼほぼリテラシーの高い飼い主さんということで結構これもご依頼いただくケースがあります。でなおかつ一個一個の住宅やってるよりは規模が100倍1,000倍というぐらいのボリュームになりますんで当然それに伴って報酬の額も大きくなるよねということは間違いなくあります。それと新築の内乱動向 これもですねあの新築の内覧の時に飼い主さんが同行してくださいとおっしゃるリテラシーの高い飼い主さんは最近増えてきております。あと、まあ、これもよくあるんですがトラブル案件新築中古にかかわらずこれもですね面白いことに工務店施工者側からのご依頼 えですね。えー、もう結構あります。要は、あの、お客さんとトラブっちゃったんで、えー、第三者の目として調査した上で報告してくださいと。まあ、あの、俺たち間違ったこと言ってないんだけど、もう信じてもらえなくてさ、みたいなイメージですね。えー、あと、中古の方のトラブル案件は、これはもう当然中古の売買に関する法的な知識、 歌詞とは何ぞやまあ,あの今民法で「歌詞」という言葉はあまり使わなく改正になりましたんで使わなくなりましたけどもまあ法的な知識だとか経験をお持ちの方あるいは弁護士さんとアライアンスが組めるような方、えー、そんな方は、えー、どん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 増えてくるのかなと思います。それとまあ,あの個別の相談として単純に寒い。 寒いんでなんとか,、えー、ど,っか変どこが変なのか見てくれますみたいな話特に私は北海道なんでまあサーモンを使ってそういう調査ですねそれとあと耐震診断絡みそれとあとまあ当然漏水絡み、えー、そんなのの調査依頼も個別にあります。えー、でそんなので、えーまあ、その調査をちゃんとやって調査は調査としてご報告すると。 ということでまあそういうのをきっちりちゃんとやってると、えーまあ、中には改修じゃちょっとリフォームしたいんだけど相談に乗ってくれますかというような流れもたまにはあります。まあ、いずれにしてもですね、えーとまあ、それぞれがインスペクションのインスペクターの宿泊を取られてですね地域ナンバーワンになるために。 えーまあ、あの残念ながらインスペクションという仕事はリモートワークできないわけですね。で向こうからあの物件が建物が私の方に近寄ってくることもないわけです。もうあくまでも、えー、我々がその物件まで行って仕事をしなきゃならないということになります。えー、そうすると、えー、当然皆さんがお住まいのところ事、えー、業されているところでナンバーワンになるためにどういう戦略が必要なんだろう。 であくまでもそのインスペクションの仕事インスペクターの資格を取ったから、えー、棚からポタ持ちのように、えー、なんか報酬が続々と来るというようなことはないです。ないんですがまあでも広い間口と、えー、柔軟性と書いてありますけども、えー、まあ何か限定された、えー、何度も言います既存住宅状況調査あるいは可小方権のように、えー、決まった部分の調査ですとか決まった業務で やることでではないです、えー、皆さんのそれぞれのアイディア次第で、えー、いろいろな、えー、調査業務あるいはビジネスモデルというのは組めるんじゃないのかなと思います。まあ,あのその辺をですね皆さんがそれぞれの立場で、えー、いろいろと、えー、工夫していただいてでその大前提となる資格としてですね是非、えーえー、公認ホームインスペクターの仕事 を、えー、ですね資格を取っていただきたいなというふうに思います。えー、45分少々少々長くなってしまいましたけれども、えー、これでまあおおよそそのホームインスペクションとはなんぞや、公認ホームインスペクターの資格とはなんぞやというあたりのガイダンスを終わらせていただきます。えー、ありがとうございました。